世界の建築ミニ図集機構。ヘルモポリス。ヘルモポリス大聖堂、エジプト。ヘルモポリスカセデル。ヘルモポリスは古代の主要都市で、上下エジプトの境界近くに位置する。古王国時代以来の地方都市であるヘルモポリスは、ローマ属州時代の主要都市に発展し、3世紀から初期キリスト教徒の中心地であった。この地はムスリム信仰の後に放棄された。プトレマイオス朝ファラオたちの建立は、大規模かつ壮麗なものであり、ギリシャ人君主たちによって建設されたにもかかわらず、本質的にはエジプト人が構想し遂行したものである。神殿の唯一の残りであるこのポルチコは、各列6本ある2列の列柱からなっている。アーキトレープは5つの石からできている。それぞれの石は、エジプト人建造者によく知られた使用法に従うと、柱の中心から次の柱の中心に渡されている。中央の柱の柱間は他よりも広くなっている。中央にある石は長さ25フィート6インチである。これら列柱は交互に黄色、赤色、青色の縞で塗られた。ヘルモポリスのポルチコには特有の点もあり、または少なくともグルノーの神殿でのみ再度発見された。それぞれの上に大きな塊が水平に置かれる代わりに、これらは不揃いの欠片から構成され、接合線を見つけることが難しいほど、非常に巧妙に調整されている。これら列柱の底部はハスの下葉を表している。その次には樽の留め輪のような多くのつながった輪がある。そしてそれらの上に、水平な帯でまとめられた足の束のように柱が現れている。中塔を含めて、それぞれの円柱は高さ約40フィートある。最大の外周は地面から約5フィートの部分の約28と2分の1フィートで、これは底部と中塔の両方に向かって厚さが減少するためである。柱間の幅は最大で17フィートあり、他の柱は13フィート離れている。